ろんな年齢の人のが句が入ってくるんで、そのあたりは、結構面白いなと思っていて、うん、割に幅広いというか数がとても多いので、だから人が多ければちょっと面白い、なんていうんですかね、変わった句も入ってたりして、そのあたりは非常にこう面白いなと思っています。はい、私の場合はですね、まあ物を見たり実際に経験したことが元になっている句っていうのは結構その読んでいてこう、まあ、強いというかこう目を引くというか心を引く面があると思っていて、そういうまあこうしつらえた感じの句ではなくて、そのいわゆる上手でなくても、まあ、素朴なものであってもいいんですけど、何かその人なり の実感みたいなものが入っている句が面白いと思うんですよ。面白いというかいいと思うんで、そういうものは必ず通るようにしています。はい、ね、まあこう選句している中でもまあこうなんか句が 字がこうこっち側にこう浮いてくる、見えてくるというか迫ってくるような雰囲気にちょっとこう気づくというか、そういうことがあるかなと思うんですよね。うん、私は俳句は続けることが大事だと思っています。できれば毎日こう俳句のことを考える時間を5分でもいいので作るような繰り返しがすごく俳句、自分の俳句っていうのを育てていくと思うんで、その続けることのそのまあ要因の一つとして、そのどこかに応募するっていうのはあると思うんですよね。だからこの全国大会っていうのもそのきっかけになればすごくいいと思うので、ぜひそういうきっかけの一つとして、俳句を続けるためのきっかけの一つとしてもらえればいいのではないかと思っています。それでぜひ会場にも足を運んでみて、こういう人がこういう俳句作ってたんだっていうようなことをこう実際に目で見ていただけるといいかなと思います。